いて神奈川市議会基本条例案の承認についてお伝えいたします。議会基本条例調査特別委員会委員長の説明を求めます。はい、委員長、委員長議会基本条例調査特別委員会委員長鈴木光雄君。はい、質問3日目終了後で引き続いての全員都議会にご参加いただきまして誠にありがとうございます。お疲れかと思いますが、もう一声もう一息ご協力よろしくお願いいたします。資料の関係ですが、皆さんに事前に配った資料を、見ていただくということと、ちょうど、市議会事務方のですね、96号と97号、これにちょうど議会の政策形成ということで、会津若松市の例を引きながら、解説も出ておりますので、これも合わせて参考にしていただければありがたいと思います。なお、今日、資料のない方は何とか緊急で用意しておりますので、大丈夫ですか？ない方は、順法は配ってあります。文章書かない。順法は受けたら、15日後だから入っていけば。資料の方よろしいですか？座して死を待てないという危機意識を共有し、議会の使命や役割を明確にする議会改革を全議員の英知を結集して本気でやっていくことを確認をし進めてまいりました。全国の市議会におきましても議会改革が現在進められており、改革の集大成としての選定状況は786市中96議会で議会基本条例は制定されており、現在、我が市のように、約100の市で制定に向けて、検討中であるということであります。このようにそれぞれの今議会で改革や制定に向けて、努力をされているというのが状況であります。そういう中にあって委員会は全14回の委員会を開催し、沼田教授の
講演会をの開催、そして、2カ所のですね、先進地を視察、それを受けて、骨子案の作成、並びに解説文や図解の作成をし、そして、全議員の皆さんに説明をしました。それから市民説明会を開催をし、説明と同時に市民アンケートを実施してまいりました。それから、市長に対し説明をし、さらに市民に対するパブリックコメントを求め、そしてその受けに対しても回答を行い、条例策定に向けた調査研究を深めて、今日に至っております。そしてそういう中で5月23日に条例案委員会に来て、案ですね、議会報告及び意見公開会交換会の開催の方法について議長に報告をしたわけです。そしていよいよ今期16日が最後の本会議になるわけですが、この本会議のご審議に向けて全議員の皆様に報告をいたしますので、どうぞよろしくお願いをいたします。なお各項目ごと課題ごとのポイントについて報告をしますのでよろしくお願いします。まず1点目は、この市民説明会とアンケートにおける集約状況でございます。アンケートの集約総数は45名です。年齢については20歳から70歳代までです。そして、質問の中で1のですね、地方分権推進法により市の役割や事業が増大していると感じますかということについては、66% の人が要するに事業や仕事が増えているというふうに答えています。で、7%の人が増加していないというふうに答えています。また分からないという人も 27% あります。2項目の議員の活動で何が重要かということについては、市民の声を聞くというのが 33% であり、行政の監視と評価をという人が 27%、 政策の提案をすべきという人が 21% であります。それは議員に対する活動で重要なことです。じゃあ議会全体として何が必要かということについては、一番多かったのが市民の意見を聞く場として 33%、 情報公開や説明というのが 27%、 3番目には活動や政策の報告というのが 22% でありました。さらに市民と議会の共同については何を期待するかということで質問したわけですが、一番多かったのが市民と議員の意見交換を行うということが 40% です。2番目が定期的な議会の報告会というのが 17%、 さらに3番目で議会の傍聴というのが 11% という数字でありました。あと、ずっと項目あるんですが、議会基本条例についてどのように感じますかということについては、市民が議会と共同できるので必要というのが 36% で一番多い回答であり、2番目はこれまでの縦型の姿勢から協治ガバナンスが実行できるのでということで、2番目に多い回答で 31% です。こちらで3番目が理念だけでは交換が不明ということで 18% の回答がありました。とまたその他の項目がありますが、必要な分についてはちょっとまた報告はしたいと思います。以上が、まず、アンケートの集約状況であります。2番目に、市長とのですね、議員に、全協で報告して市民に報告して、直前に市長に対しても議会としての基本条例の議会基本条例の考え方を説明しました。で、その資料とほぼ似ているのが皆さんと言っている資料とほぼ共通のわけなんですが、市長に対しても議
議会日本条例の基本的な考え方、そして今市の方で進めている自治日本条例との整合性の部分、確認部分について説明をし、さらに括弧4の議会と市長との関係について説明をしました。とりわけ市長とですね、本会における議員の質問に対するですね、趣旨の確認ということで、これは関門権ということで、他で位置づけられておりますし、カルマの基本条例の中でも第7条の中でこのことがありますということで、詳細はまた別のところでもう一度説明します。あと、今まさに基本放送について、今回の議案になっておりますが、ちょうど基本放送に対する議決というのが、地方自治法で外れまして、で最初の基本条例の中では基本構想、基本計画についても議決をするという案文でいたんですが、地方自治法の方で外れました。で、市長の方としては市として新たに議決すべく案件として、提案をするということがこの時お話ありましたので、じゃああえてね、基本条例に載せなくても、市として、議決としての条例を定めるということなので、外して逆に早い段階から計画について議会としては意見を言えるようにしていくというふうに、変えました。で、今回の機能ことというか、議案第64号ということで、議決すべき事件として基本構想及び基本計画については議会の提出するわけということで、今回提案され、またこれも最終的に提出されるわけですが、そのようなことが一つあります。あと、委員会の中でも非常に多かったのが、市長の側が議会に対する資料の提出なり説明なり情報公開について非常に不十分という声が多数あります。そういう意味で議会活動をし、政策を練り上げる、政策を提案するのに必要な資料については1から7項目ですね、政策を必要とする背景から将来にわたって政策との効果及び維持費も含めた詳細なる資料の提出なり説明をしてくださいということを第8条1項で求めました。で、このことについても市長からはそういう方向で規定に沿ってですね、やっていくということでの話し合いがあったことであります。その他スケジュールについても説明をし、職員等の協力も求めたところでございます。以上が市長に対する説明と状況でございます。で、3点目ですが、パブリックコメントの状況及び回答でございます。で、パブリックコメントにつきましては、2名の方から質問というか意見がありました。で、2名の方から7点について意見があります。で、全体的な意見として一つには市民との意見交換会と議員総合の政策討論を明記し、具体的にどのように改革するのかを明らかにする条例にしてくださいということで、いわゆる基本条例は2年条例ですので実施要項までは示してないわけですが、パブリックコメントでは条例そのものの、パブリックだったので、回答としてはこうした活動には全議員が関わり、意見交換会や活動報告会、政策提言、政策立案のための調査研究などを実施していきますということで、そういう回答をしました。それともう一つ、次の条文への意見としては、市長は市を代表するもので、議員は議会を、住民を代表すると思っています。議員、議会はもっと施策を提言すべきと思います。代表、利益代表、地域代表ではないと思いますということで、第一条に関して、こういう質問があります。で、これに対しては、議会基本条例第2条の中で議会の活動を定めています。その中で、政策提言、政策立案などの活動に努めることを明記しましたということで、条例の案の内容を実効性あるものにするため、
活動組織の設置や活動内容を定める規定要項制にし取り組みますということで、これもこのようにしてきちんとやっていきますということを回答してきました。まだたくさんいくつかあるんですが、もう一つだけ紹介しますと、議会報告についてなんですが、議会報告会の開催と市民との開かれた意見交換の場が特定支持者に対してで終わらないよう、超党派による市民との意見交換会を実施するとすべきということで、第6条第4項について質問があります。これについては、条例案では主な議会の活動として市民との意見交換会や議会活動報告会、市民からの意見や提案をもとに調査研究し、政策の提言、政策の提案に向けた調査研究などの活動が盛り込まれています。でこれらの活動を組織別編成を行い実施していく予定です。で議員は必ずいずれかに組織に所属し活動に関わっていますということで、これも先ほど同じような規定なり具体的な報告会や銀行会会の要望を定めて実施しますということで、この回答をしたところであります。まあ、このように7つのですね、意見をいただき、相対的には1人目の人については頑張ってくださいみたいな、まあ、励ましの最後に意見をいただきまして、市民からのパブリックコメントにの意見なり提言、そしてそれに対する回答が以上でありまして、また詳細についてはちょっとこの報告できます。次に4点目になりますが、人間大要請の緊張関係と市長の反問系についてであります。でまず、委員会において、その前に最初の全員協議会においても反問系ということについてご意見いただきました。そこで委員会においても全国に制定されている基本条例全ての条例を集めて資料を作成して検討してまいりました。59市の条例があるんですが、条例が取れなかった3つを除いて56市の条例を検討しました。で反問という言葉を使っているのが42市 75% で、いわゆる反問という言葉を使わないと内容と合わせると14市で 25% が使っていないという状況であります。それで委員会においては反問という言葉を入れるのか、いやそうでなくて実質的に市長の質問を認めた上で質問の論点を明確にすることでいいんじゃないかということで、反問という言葉を入れるということと実質的なものでいいということで、いろいろ論議を重ねました。でそういう中で結論的には議員の中でもやはり自由活発な討論を妨げるような可能性がある反問は入れなくても良いんではないか、また今全国の市長の中にはかなり暴走というんですかね、かなり際どい市長もいらっしゃるし、現状の考えだけで考えるのではなく、これから先のことも考えるということと、あえて反問を入れて議会の討論が低下してはいけないということで、委員会としては反問を入れないで、条文としては7条2項で、市長等は本会議において議長の許可を得て議員の質問に対してその趣旨を確認することができるということで、市長等ということで、本会議であれば部長なり要するに市長と同じように答弁する人は議員に対してもその趣旨を質問する議員の趣旨について議長の許可を得て質問ができるというふうに規定をしたところであります。以上が反問権についてであります。5つ目です。議会基本条例の4つの柱ということでポイントのみ申し上げます。議会は何といっても言論の場であるということと、市民の生活と福祉の向上を図るという全く基本中の基本がまず一つでございます。2つ目はやはり市民と議会との関係をどう改善させるのかということで、市民の生の声を聞く、そのために議会報告や市民との意見交換会や議長における向上制度の充実、このことが必要だろう。3つ目には市長と議会との関係でやはり人間代表制の緊張関係を保ちながら、議員の質問に対する市長からの質問も受け入れ、共に
良い政策ができるように政策化していくということが3つ目です。でそして4つ目にやっぱりその今まで言ったことを実現するためには政策ベース政策ということで市民の声を聞きそれを議会に持ち帰って調査研究をし再度議会議場においてなりまた市民の議会報告なり意見交換会で提案をしていく、この政策のサイクル、政策を訂正していくサイクルを進めていく、このことが大きな鹿沼市の議会基本条例の柱になりますし、先ほどご紹介した議会、会津若松の例が紹介されている議会法にも、議会が全法なんです全法です市議会憲法にも紹介されている会津若松の例を視察をして学んできましたので鹿沼市においても政策のサイクルを定着させる、市民の声を聞いてそれを議会の中で政策にしっかり練り上げ、そして議場で一般質問やいろんな場で提案をし、また市民にもそのことを提案し、その繰り返しをしていくということが議会の活性化なり改革にもつながるという考え方でございます。そして、結びになります、最後になりますが、議会基本条例の制定は市民と共に考え行動していく、共同をどう推進していくかが重要なポイントになっていると思います。また議会の責務、役割をより一層ですね、明確にし、市民に開かれた、市民と議会が相互に意見が言い合える関係を作り、信頼関係を一層深めていく、そのことが我々の目指す議会改革にもなるかな、このように考えます。議員の皆様のご了解をいただき、鹿沼市議会基本条例、議会基本条例が成立されますよう、お願いを申し上げて、報告とさせていただきますと、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。